クライト、HTML エディタの例ウェブオンサリングツールとは、いわゆるウェブページ作成ソフトのことで、ウェブページを構成する HTML、CSS などのファイルを編集するデザインツールである。インターネットの例明期から存在し、フリーウェアも多い。HTML エディタのように、ソースコードを編集するのではなく、ワープロソフトあるいはグラフィックソフトウェアのような感覚で、 視覚的に編集するツールを指す場合がほとんどである。HTML や CSS の文法がわからなくても、手軽に利用できるため、利用者は多い。個々のウェブページを作成するだけでなく、ディレクトリなど、サイト全体の構成をまとめて管理できたり、作成したファイルをサーバにアップロードする FTP や、サイトに用いる画像を作成、管理する便利な機能がついているソフトもある。 HTML はマークアップ言語であり、プログラミング言語のような構造を持っている。そのような特質に対応したテキストエディタを特に HTML エディタと呼ぶ。特徴としては、HTML 要素名やリテラル文字列を色分け表示するシンタックスハイライト、文法チェックや自動インデント表示など、成形機能がある。インターネットの例明期においては、 もっぱらこのようなテキストエディタで HTML ファイルが作成された。現在入手できる Windows 用のものはテレパド、クレッセントイブ、イメディター、ヒデマルエディタが HTML 編集に対応した機能を備えている。また MacOS のものでは Me、j e d t x やスケデット、Unix 系オペレーティングシステムではクライトやケイトが HTML 編集に適した機能を持っている。 テキストエディタには基本的にプレビュー画面は用意されておらず、ブラウザで表示を確認しながら編集作業を進めるのが通常のスタイルである。しかし最近は HTML エディタと銘打ち、プレビュー機能を備えたエディタであるアルファデットやエスプレッソのようなソフトも登場している。プレビューには WebKit か Trident を用いるケースが多い。 歴史的に HTML エディタの機能を強化したのが現在の Web オーサリングツールであるとも言える。HTML エディタで作成するシンプルなコードは検索エンジン最適化にも効果的であることから一部の Web デザイナーには見直されつつあり、コーダのように HTML および CSS の直接編集とコンテンツ管理システムの機能を組み合わせた Web 構築ソフトもある。 ただし入れ子になったテーブルやスタイルシートを多用したサイトを最初からテキストエディタでコーディングするのは煩雑であるためデザイン重視のサイトの構築にはなおウェブオーサリングツールを併用するのが一般的である。対応 OS について特記がないものはクロスプラットフォームである。ありがとうございます。